もしそのまま買い物していたら、きっと豪快な料理が出来上がったんでしょうね。余っちゃったらもったいないですもんね。でも楽しみです。食いしん坊みたいですけど。国見くんは料理しないんですか？なんだかすごいような話ですよね。したかったですね、私も。食感がわからないとうまくいかなさそうじゃないですか？想像ですけど。あ、それは私も考えたことあります。けど、結局作れるものが限定されちゃいますよね、それって。なんだかそう考えるとつまらなくて。それもそうですね。本当にそう思います？国見くんがそう言ってくれるなら嬉しいですね。あ、いえ、なんでもないです。国見くん、あれからヒョウのことについて何か進展とかありました？そうですか。それに関連して、私ちょっと思ったことがあるんです。自分でもちょっと空想が入りすぎかなって思うんですが。けど今日国見くんのクラスに行って、やっぱりそうなんじゃないかと思いました。あれだけの傷を負って、もう傷跡すらないサンデを確認して、傷ついたサンデを見つけた時の状況も随分奇妙でしたし、私もしかしてサンデがあのヒョウだったのかなって、そう思ったんです。例えば変身しているとか。変なことを言っているとは自分でも自覚しています。けれどヒョウがいるということ自体、妙といえば妙ですから。
そうですよね。ごめんなさいです。ただ一人でうじうじ考えているのが嫌で。国見くんがそういう意見ならやっぱりそうだろうなって私も思えるんです。はい。はい。あ、私は一旦家に戻って着替えてきますね。わかりました。やっぱりこの時間か。テンプレートみたいにぴったりだね。図書委員が終わって家に戻ってくるの。家で時間潰してたからそれは大丈夫。誰もいないんでしょ。え、あたしらに言われても反応しようなくない？京介ちゃん、そんな子供じゃあるまいし。京介くんも鬼しゅうとめみたいなこと言うね。買おうとしてもお金が足りなかったけどね。その代わりというかサンデーグッズは買ったんだ。どうでもいいんだけどさ、グッズって GOODS なわけでしょ。ならグッズじゃなくてグッズになるべきなんじゃないの。予想も期待も裏切る女ですよ。それは見てのお楽しみ。ただいま。変なもの買わなかったでしょうね。うん、きちんと目的の料理に沿って一流の食材を揃えてきたなりよ。鍋物ドンピシャ。いいわね。じゃあ、早速用意しましょうか。あ、あたしも。エプロン一つしかないけど。いいよ、女の。葵です。今、公園に着きました。Thank you.
何を作るつもりなんですか？はい。私のうちもたまにしかいらないですね。電車ですよね。事故とかで遅れることもありますからね。ダメですよ、そんなの。にぎやかですね。でも楽しそうですよね。サンデー、今空中で一回転しましたよ。もうちょっとかかるみたいですね。あ、ごめんなさい。寝顔を見るつもりはなかったんですけど、つい。麻生さん、もう来てますよ。いつもより早いそうですけど、今日はどうしても受けたかった授業だけにしたそうです。赤い顔してどうしたの？あ、いいえ、何でも。こんな格好しても可愛いにゃん、サンデーは。うん、可愛いよね。私も似合ってると思います。
それもそうか。ま、一発芸は一発だからいいんだよね。芸だったの？ペコペコ。食べよ食べよ。お鍋ですからね。本当です。体も温まりそうです。ことええ、どちらかというとそうですね。